今日は次の舞台の配役が発表になるんです。します。ですが、事前にあまり考えないようにしているんです。本当は別の役をやってみたかったな、なんて思ってしまったら前向きに取り組めない気がして、まっさらな気持ちで役と向き合いたい、そう思っています。そうですね。では行ってきます。明日配役をお伝えしますね。はい、実はセリフがない役をいただいたんです。はい、セリフがない分表情や動作を工夫して表現する必要があるんです。ですがどうしたらいいのか見当もつかなくて不安です。そうですね。今までの役は全部、なんとか自分なりに作り上げてきたつもりです。確かに、そうですよね。やる前から諦めるなんて、私らしくありませんよね。ありがとうございます。大事なものを忘れるところでした。先入観なく自分の感じたままこの役と向き合ってみたいと思います。